小雨降る空に虹がかかる。あの人と再会するのにいい日和になりそうね。どうして私をここに連れてきたのですか。待ってください、あなたたちは一体。ミコさんはどうか怖がらないでください。こうして再びあなたにお会いすることができて嬉しいです。再び、私たちはかつてどこかでお会いしたのでしょうか。ええ、巫女様は私に桜餅をくれたり、髪を結ってくれたり、神楽舞を教えてくれたこともあります。私は何も覚えていないのですが。まさか本当に忘れてしまったのですか。いや、もう近づかないで。巫女様まで彼女たちと同じことをおっしゃるというの。人の命の儚さは桜の花に例えられる。信じる心もまた命のように脆く壊れやすい。これで分かったでしょ。もう二度と私から離れないことね。